日本東京都江戸川区南火災南火災は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は南火災1丁目から7丁目。郵便番号は134-0085江戸川区、火災地域の南部に位置する。面積は1.5109平方キロメートルで区内で11番目に大きな町である。北で東葛西及び中火災、東で、 旧江戸川を挟んで対岸に、千葉県浦安市富士見、舞浜、南及び西は、臨海町3.5丁目。町域の東を、千葉県との県境となる旧江戸川が洗い、町域の北辺を左近川が区切っている。南火災は、区内で5番目に人口が多い町であり、13,895世帯、32,885人が在住している。域内は、 住宅市街地が大半を占め、比較的整備された街並みが広がっている。町内のほぼ中心部を間7通りが南北に縦断する。また町内を東西に超高圧送電線が、走り直下は建物が建造できないため、総合レクリエーション公園として整備されている。その北側は一戸建て住宅や集合住宅が多く、南側は渚ニュータウンや堀江住宅など、 比較的大規模な集合住宅群が林立している。人口密度は町としては火災地区で最も高く区内第3位である。町域西側の臨海町との境界を都道450線が蛇行しながら旧江戸川まで南下している。これはかつて存在した海岸堤防に沿っているためで火災堤防線と呼ばれている。東京湾から1キロメートルと隔てられておらず。 堤防がなければ満潮時には水没してしまう危険のある海抜ゼロメートル地帯に位置する。旧江戸川沿いの地域は地震災害時には地盤液状化の恐れがあり防災行政上の大きな課題となっている。南火災には461の事業所があり、5049人が働いている。近隣の西火災や東葛西と比べると小規模だが、 事業所数は48兆中22位、従業者数は16位で、区内では平均的なビジネス外である。事業所あたりの従業員数は、区内の平均を上回っており、中規模な事業所が多いようである。業種は、卸売業、小売業、運輸業、建設業、医療福祉、クリーニング業や、美容所、パチンコなどの生活関連サービス業と宿泊業、 飲食サービス業が多いようである。また、区の平均と比較すると運輸業と教育、学習支援業の比率が高く、製造業と不動産業が低いようである。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、南火災1-9-1の地点で35万6千円平方メートルとなっている。 ふとひ川の広大な三角州だった、この地は、江戸期までに、現在の旧江戸川を挟んで隣接する面、浦安地域を中心とした堀江神殿の一部として、開発された。入植した村民による施設の海岸堤防が、築かれて、火災海岸と呼ばれるようになり、堤防の内側は、田畑が作られた。その外側には三枚椅子やしじみ島などの干潟や、湿地帯が広がり、 海類や海苔、足などの採集が行われ、人口の流入を促していた。1871年の廃藩地検で、陰馬県葛飾郡堀江村の飛び地となったが、後に、大和堀江の内江戸川右岸が東京都に編入され、南葛飾郡葛西村の大和となる。1957年、公設の葛西海岸堤防が整備される。しかし、 江戸川の氾濫や高潮によって堤防の内側はたびたび浸水した。さらに一帯は高度経済成長期に地下水組み上げによる地盤沈下が起きて土地の水没が深刻化した上農地では沿岸も発生して工作不能となった。翌1958年には黒い水事件が発生して沿岸漁業も衰退。人家がなくなった放棄地には 産業廃棄物の処理業者が集まり、ゴミの不法投棄なども行われ周辺の公害が深刻化した。この放棄地に東京電力は都心部の電力需要急増に対応すべく、過密化した北側の都市部を避けて、1967年に27万5千ボルトの超高圧送電線を架線した。1970年、江戸川区は海岸水門で道路を封鎖して、 参拝業者を締め出し、1972年には東京都が傘よき開発事業を開始、この埋め立て事業で隣接する臨海町や清新町が誕生した。かつての海岸堤防があった堤防線は都道450号線として残され、護岸の一部は現在も保存されている。1975年7月、 日本科学工業小松川工場が約8万トンの六角ロムを堀江町に不法投棄していたことが発覚し、住民主導で除染に向けた地域活動が行われた。1979年11月、住居表示が実施され、従来の堀江町は南火災1から7丁目となり、旧江戸川河川敷が9丁目のまま住居表示未実施の無人町となって残されている。 江戸川区役所が毎年編集、観光している統計江戸川によれば、堀江町の面積は6.32ヘクタールとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。 南火災の町域内に鉄道駅は存在しない。隣接する中、火災、臨海町にそれぞれ1駅が所在するが、火災臨海公園駅に近い5丁目の一部と、火災駅に近い町域最北部の関7通り沿いを除けば全域が、最寄り駅から 1km 以上離れた鉄道空白地帯にあたる。以下に、最寄り駅を挙げる。ありがとうございます。